すぎるマリノスの CD 事情に杉本コンバート案が浮上。マリノスの CD 陣の状態、畑中矢印今季絶望、エドワルド矢印けが、上島矢印10、15の試合で脳震盪、角田矢印10、15の試合で脳震盪重め、本職がサネトウのみ。ただ、サネトウも筋肉系のトラブル多めなんだよね。サネがいないこと多いのにサネしかいなくなった、これだけで十分ヤバいのわかるわら。エグとサネと木田さんで回すしかない。エグの状態次第だな。そうでなきゃ木田さん再抜擢になる。もしかして無事な CD はサネだけか、木田、ケニーが CD かな。エドワルドは来週には帰ってくるかな。もう一森とエドワルド CD でもいいんじゃね。 GK はいくら。勝田も上島も離脱したら CD どうすんの。ケニー抜擢する。杉本ケニー CD コンバートはどうだろう。どうだろうじゃない。セレッソユースで GK 一森と同期らしいし、いけるいける。横浜の敗因は杉本健雄さんをベンチ入りすらさせなかったことなんじゃないですかね。随分舐められたもんですよ。杉本健雄に期待してみないか。健雄って最近見ないけど、干されてるのか。健雄は置いてきた主要は下が、この戦いにはついていけそうもない。ニケッパももう30歳か。